この作品は架空の劇作家松崎智松が大学を卒業してから劇団を立ち上げ、自殺するまでの間に見たこと、聞いたこと、感じたこと、あるいはそれらとは全く無関係なことを断片的かつ無作為に取り出し並べたものである。匿名劇団が送るジャミング演劇3本立て SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。